シュハラ山はジョージアの最高峰。ロシア国境に近いスバネティンに位置し、同国第二の都市区大使の北 88km にある。山頂はコーカサス山脈のオネオなし、ヨーロッパ最高峰のエルブルス山から南東にあたる。コーカサスではエルブルス山とディフタウンに次いで3番目に高い山である。12km にわたって続く山海のオネの東側は、 ベジンギの壁として知られる。氷河地帯に険しくそびえるこの山に、登山家は挑み続けてきた。高さ1500メートルの北壁ルートは、その難しさで名高い。5068メートルのシュハラ製法は、含み寝ながらそれ自体が登山の対象となっており、ベジンギの壁の完全横断は、ヨーロッパで最も長く、最も困難で、最も危ないルートとみなされている。 初登頂は1888年、イギリススイス合同隊の U. アルマー、J. 国シ C. ロスが北東ルートで成功させた。現在もこのルートは最も登りやすく、登山者も多いルートである。ベジンギノ壁の完全横断は1931年、オーストリア隊の K. ポッピンガー、K. モルダン、S. シントルマイスターが初めて成し遂げた。ありがとうございます。